はい、じゃあ試験1か月前にやったほうがいいことということでちょっとやっていきたいと思うんですけれども、えっとですね、あの実際の試験問題で、えっと、第1問から第6問まで、えっと、投資で行,行ったほうがいいかなとうう思います。これ、ね、意外にやってない人多い,多いんですよこの実際の試験問題で,で理論問題も受ける人は理論問題も当然あの受けてみてください。受けるというかあの家,で、ね、家で過去問、えー、とか、えー、もしくは なんだろう。まあ合格の手引きとか、まああの過去問ですね。過去問をちょっとえ手元に用意して、通してやってみる。第1問から第6問まで。で、皇室の場合は、ま第1問最初にね、早書きがありますんで、早書き最初にやんないといけないんですけれども、えー、筆はね、別にどの問題からやっていただいても大丈夫ですし、って感じでございます。早、皇室の場合はね、早書き一番最初にやんないといけないですよ。あの、 自分で選べないので気をつけてください、皇室の場合はね。で、えっと、これなんで投資でやった方がいいかというとですね、あのー、後半は疲れてきたりとか、えっと思考が鈍、疲れてきて思考が鈍っちゃったりとか、あとそれも疲れてくるので書くのが遅くなっちゃったりとか、まあ、手が、ね、痛くなってくるんですよ、なったりするので、そういうのも考慮をしたいんですよね。本番を想定した練習ということですよね。 でもうこれやってない人がすごく多いんですよね。でそういう場合って時間が、ね、足りなくなる可能性がすごく多いんですよ。あのなんか普段の練習って、まあ今日はじゃあ横書き練習しようかなとか縦書き練習しようかなみたいな感じで練習されてると思うんですけれども、なんか結構自分のベストコンディションの時に毎回こう練習してると思うんですよね。でベストコンディションの時に当然、ね、練習してもらって大丈夫なんですけれども、あの やっぱり本番を想定した練習もしておきたいわけなんですよ。なので、まあ、なんかなるべくね現実を直視したくない気持ち、すごくわかるんですけれども、あのまた時間がね本当にこれ足りなくなる可能性あるので、第1問から第6問まで投資でやることをお勧めいたします。意外にね時間足りなくなると思いますよ。で、あの試験時間はここに掲載しておりますけれども、あの えっと、紅筆書籍の検定、公式テキストとか、しかも紅筆の,の公式テキストとかに、試験時間載ってますんで、最初の方のページにね、載ってますねそちらをちょっと見ていただければなっていうふうに思いますってことですね。はい、こんな感じです。まあ、毛筆の場合はね、あんま時間足りなくなることないと思いますよ。毛筆。毛筆は結構ね、時間が余るように設定されているので、私、一級受験した時、ねえっときね、30分か40分くらい時間余ったんですよ。あの、理論問題込みで。 だから書き直しの時間結構あったんですけれども、ただ、皇室の場合はね、もう、ほんとカツカツ、時間が。めちゃくちゃカツカツなので、えっと、時間、時間管理、あの、すごく気をつけてくださいってことですね。はい。で、あとはですね、あの、まあ、そういうふうに取り組んでいただくじゃないですか。第1問から第6問まで、もしくは理論問題も込みで、えっと、投資でやるとすると。で、やっぱりね、そうすると、普段のその、なんか、ベストコンディション、なんか、えっと、 各問題だけを練習した時と比べて投資でやってみるとですね投資の時のそのミスみたいなのってやっぱ出てくるんですよでその時に自分でも気づ,気づくくらいのミスっていうのは結構それで大事にした方がいいですよそれがあの成長の何て言うんでしょうね上達のための、えー、かけらみたいなもんなのでそのミスはえー、っと何だろうな蓋をせずに、えー、もしくは現実逃避をせずに直視すると そのミスをね。で、放置しない。そのミスを放置しない。何とかしないといけないんですよ。そこを突破しないと、そこを乗り越えないと絶対上手にならないので、だからちゃんとミスの内容を具体的にメモをして、で、それを直すことに時間かけるといいかな。あの試験1ヶ月前まで、もう残り1ヶ月の時は、それを直すことに時間をかけるということですね。だから、まあ、限られた時間の中で、どういうことに時間を えー、使っていったらいいのか優先的に時間を使っていったらいいのかっていったら、まあ、本番を想定した練習モードに自分をこう切り替えていくとか,そのなんか本番モードに自分の体をその当日に向けて体を作っていくというか本当スポーツ選手みたいな感じですよねなんかその試合に向けてなんか自分の体を作っていくような感じみたいな感じでちょっとやっていくとか。 で、まあ、当然そ、投資で練習しているときに、あっ、意外になんか、こういうことがダメなんだみたいな気づくことがあるので、そこをね、あのどうすればなるのかっていうところを練習をしてな、直していくというふうにした方ががいいですかねって感じですかね。はい。そんな,そんな感じかな。で、あとは、まあ、そうですね。えー、っと。 さっきも言いましたけど、その自分の体をその試験当日に向けて作っていくっていうのを言ったじゃないですか。まあ、僕の生徒さんで、えっと、なんか自分に対してずっとなんか自分はできる。自分は絶対できる。みたいな感じで、なんか自分をこうそういうふうに自分でこう励まし続けた結果、あの試験当日になったらもうあ、試験1週間前ぐらいになった時からなんか、あもう早く試験受けたい。あ受けたい。みたいな,な感じになって、 なってで、試験当日、本当にもうなんか、いい気持ちで試験を迎えることができたっていうふうにおっしゃってた生徒さんもいたんですよ。っていう感じで、もう1か月前からはなんか本当に、自分を、自分になんかこう、自分はできる、自分はできる、ここまで練習してから絶対できるみたいな感じで、やるといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、僕もなんか同じようなことしてたんですよね、なんか、合格が見えたというか。 指導者証をなんかこう段ボール、まあ、段ボールに入っているし指導者証をこう手に取っている光景がイメージできたんですけれども、まあ、そういうなんか合格をイメージしたりとかねそういう風に自分の体をこうも,もうなんかこう本番モードに切り替えていくといいんじゃないかなっていう風に思いますよはいこんな感じです何か方法があるかなアドバイスとしては あとはまあ試験前だからっていうわけではないんですけれどもあの人前で人,人前というか人がいる空間で字を書く練習をしてみるといいかもしれない例えばあの普段家で練習されてる方結構多いと思うんですよで、まあ、もしくはそのなんか毎週もしくはこう定期的にあの通っている書道教室とか、まあ、そういうなんか カリチャーセンターとか、そういうところで、まあ、練習されている方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういうところってなんか、ま、毎回なんか同じようなメンバーとか、同じようなえ環境だから、そんなにねあの、緊張しないと思うんですけれども、だから全く知らない人がいる空間とか、ま、なんか全然行ったこともないような環境で、えー、に行ってみて、それでこう、そこで。 字を書いてみるもう、まあ、毛つの人はね、あのー、例えばなんだろうファミレスとかね、ファミレスとか、えー、もしくはなんか、えー、喫茶店とかね、まあ、ドトールとかスタバとかでもいいですけれども、そういうところで、あのー、ちょっと練習をしてみたりとか、これ意外に緊張するんですよ。知らない、全く知らない人がいる空間で、でかつなんかこう、全然違うことをやってる自分みたいな。 すごいね、これ緊張するんですよ。でもその緊張がすごくね、いい緊張対策になりますんで、あのー、ちょっと騙されたと思ってやってみるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、もう一の人はね、ちょっとできないですけどね、そんななんかドトールとかでね、おっきい筆とか持って古典臨書とか <laughs> やってたら絶対、あの人何やってるんだろうみたいな、なっちゃうので、まあ、筆ペンぐらいだったらいいと思いますけどね、筆ペンで。 やってみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。うですね。はい。そんな感じで、えー、試験1ヶ月前にやった方がいいことでございました。参考にしてください。ということです。以上になります。 あとね、もう一個ちょっと思い出したんで、ちょっと追加でやっていきたいと思うんですけれども、あの二度書きが癖になっちゃってる人いませんかねあの昔ね、私の生徒さんでもあの二度書きちょっとね、しちゃう生徒さんがまあいたんですよ。で、その方のまあ、あの、はちょっと、まあなんでしょうね、試験本番でもちょっと二度書きしちゃうようなところをちょっと見受けられたので、あの、 まあそんな方がいたんですけれども、あの二度書きがね、あのもし癖になってる方がいたとしたら、この残り1ヶ月で、あのこの癖、二度書きをした癖っていうのはねあの、なるべくやめておいた方がいいです。なるべくっていうかやめてくださいあの。バレちゃいますんでね、二度書きするとね。例えば、なんかあの、まあ、長い横格とか書くときに、なんだろう、なんかちょっと寺っていう字を書くときに、じゃこう書いて、じゃこう書いてするじゃないですか。あちょっと右側。 ちょっと短くなっちゃったっつってなんかこんな感じでじゃあやったとするじゃないですかちょっとやっぱね不自然なんですよね少しねあのこれやっぱ不自然なところってバレちゃうから審査員ってすごくあの目が肥えてるからあのこういうなんか不自然なちょっとボーってなっちゃってるようなところとかもうこれもう一発でこれバレちゃうのでこれやめときましょうかもうここまでやったらやってもペー離したらもうね そっからはもう付け出さない方がいい方があとはまあ左払いとか、なんかじゃこう書いて、こう書いて、じゃこう書いて、あみたいな。あちょっと短かったみたいな。で、こ,れこれじゃちょっと特に左払い系は本当に要注意なんだけど、なんかまあ、これはたまたまうまくいっちゃったけれども、でなんかね変なところから左払いをは書いちゃう人とか多いんです。なんかこう来て、じゃあここら辺で払ったとするじゃないですか。あ、もう ちょっとなんか長さが欲しかったなっつって、なんか、この辺から、こうやってやっちゃったとしたら、まあ、これもちょっとうまくいっちゃったけれども、あのー、これね、ほんとバレちゃうんで、二度書きってね、やめといた方がいいですよ。ちょっとこれで、あちょっと右腹失敗しちゃったっつって、ってなんかね、こうやっちゃったら、なんかね、ばれちゃうんで、あなんですかね、二度書き系。まあ、とっさりなんかチュッ 要注意ですよ本当この1か月であのしないという訓練をぜひあのやってくださいね。であとはまあ修正テープとか修正液とか使っちゃう人、まあ、こ,こういうやつとかこう,うやってやっちゃう人とかも、えー、ま当然試験本番はあの修正液とか修正テープ使えませんから使えませんから駄目で,でむしろその、ね、あの修正テープとか修正液とか使っちゃって。 っていうだからそこをあのなんかこうリストアップして、えー、あの優先的に直すリストみたいなところに加えてでそれをこう直していくみたいなふうに是非そのねあのちょっとやっちゃったっていうところをあの見過ごさずにね大事にしてほしいんですあ私あミスあミス,あ,ミスあなたに会いたかったのよ」 そそういういいい感感じじででで自分のミスを大事にして欲してんんすすよね、まあ、そんな感じでございます、まあ、二度書きがもし癖になっている方がいたとしたら、えー、とっさに出てしまう可能性があるので試験本番でもねとっさにあってあ頭では分かってるんですよ二度書きしちゃいけないっていのは頭で分かってるんだけれども練習中にこうやっちゃってるともう試験本番でもとっさに出ちゃうんですよそ,そういうなんか人間の本性ってあの結構その カジ場の時によく出る出るというか、あの切羽詰まってる時にその人の人間の本性って出るじゃないですか。試験本番でも同じなんですよね。こうなんかちょっとこう緊張しちゃって、もういっぱいいっぱいの時についこう普段の自分が出ちゃうみたいななっちゃうので、モニタ書きは練習の時にあのやんないようにやらないっていうことをねしていただければなっていうふうに思います。はいじゃあこれで本当の以上になります。